こんばんは、愛酒です。今日はショート動画の方でも紹介してる大好きな中野の焼き鳥屋さんに行きます。昭和新道っていう通りにある知る人ぞ知る絶品焼き鳥のお店です。最初の方は私の両隣に常連さんがいらっしゃったので、ちょっと様子見つつ無言で食べてます。ささみとアボカドのわさび醤油和えは、このレアなささみが最高なんですよね。しょっぱなからガンガン飲めちゃう。ここの焼き鳥は本当に全部美味しすぎる。特にレバーが苦手って人でも食べられそうな臭みのない美味しすぎなレバーと、プリプリのハツが大好きで、もう感動レベル。語彙力があればもっと具体的に語れるんだろうけど、とにかく一旦食べてみてほしい。中野っていう気軽に行ける場所にこんな最高の焼き鳥屋さんがあるってところにもう感謝しかないです。取りたい。今日は鶏肉焼かねえからわかんない。もうちょっとしたらきっと入ります。来るかな。うちの多分このカメラからあのデータ移動して終わりです。終わり終わり。パソコン取り込んで終わり。今その状態で終わってるやつめっちゃあります。いやそうでしょ。でも見たくないし、自分の酔ってる姿とか。でもそれがメインだから。なんか鳥肌立ちながらやってます。もう意を決してやるんだね。はい。鬼越さん映ってる。鬼越さん映んない。鬼越さん映んない。鳥肌大ですもんね。いやすごいと思う。本当ですか。いやいや。趣味なんで。いや、いい趣味。いや、ね。豆じゃないとできないですね。豆と、あと、いろんなところに目の届く人じゃないと、やっぱりカメラ趣味にはできない。この界隈。なんか、噂になってます。ネタ尽きないか心配なぐらい。ネタも尽きないよね。別に何月何日取り下でいいわけですからね。今日のささみこけてると思います。ちょっと角焦げてる。嫌だな、毎回小言書かれてそんなこと思ってた。締めで、はい、水源おかわりの、水源おかわりのだし汁のスープの PKG で、ありがとう。来た時記憶なくって大丈夫かな。大丈夫。怖すぎ。いやだって怖いもん。怖いよね。だってツイッター見てもなんかディスってるじゃん。怖いめっちゃ怖いです。怖いよね。だから多分私もディスられてるって絶対思ってて、今回すごい勇気だったと思いますよ。まあね、今はね、今をツイッター怖い。怖いよね。殺意感じるよね。いつ向くか分からない。こうじゃないから、あのもうワールドワイドで広がってるからね、あの撮影って。でもよくね、来られましたね。すごい勇気だと思います。初めてかもしれない。なんかね、最初に本当来た時もよくこんなとこに来たなと思って。でも最初ファーストコンタクトの時もちょっと喋られたんです。最初はカウンターが待っててね、テーブルで一人でした。そうですね。で、その次の日に来ました。あの、あ、リベンジで。だから覚えてるじゃないですか。ちょっと勘違いされちゃったんですよ、俺のファン。押しかけてるじゃん。ストーカーになってるかもしれない。今もストーカーなのかもしれないっつって。すいません、月見つくねだけ頼んだら嫌ですか。いや、来週は何で。ほら、やっぱ怖いんだ。お願いします。恐ろ恐ろ言わないよ。なんかここ嫌じゃん、俺が。そういう感じ悪い。そんなことない。この頑固親父が言わないようにしなきゃ怒られちゃうから。会話の途中で月見つくね頼みやがって。そうなんだ。なんか緊張する。焼けない。やだ。じゃあポテトフライお願いしますとか言って。タイミングが悪い。よくない。よくない。めっちゃいい感じに撮れました。何の映画の撮影かっていうぐらいちょっと緊張感が。お
酒は4杯目ぐらいから利益が出るよみたいなね。あ、やばい、3杯目だ、3杯目か。結構日本酒がランダムで変わるんですよ。え、飲んだことないですよ。私本当に串外さないようにすごい気をつけてる。あー、ね、でもああいうのって勉強になれるよね。なりなりました。知らなかった。味が混ざっちゃうんですよね。肉とか違うわけで。自分はやっぱ会社勤めが多いから、ああいう居酒屋行って大人数で行くと節の盛り合わせから来た人がここへ来るかもしれない、ね、やっぱりね、こういうね、頑固親父の意見とかオープンは5時かもしれないけど朝10時から準備してますもんね。仕込みでこう刺してこうね、焼いて、はい、お待ち、ありがとうございます。からのほぐし。一番気楽です。そうですよね。カウンターいいですよね。カウンター最高です。あ、ジャスミンハイと鶏だしスープお願いします。ありがとうございます。1位から教えてください。ありがとうございます。なんか優しい、優しい、本当に優しい。いや、本当にメニューしてる店側が言う話じゃないけどね。あ、本当に言うんですよ。一応それで火傷しました、私。アホですね。アホだったよ。アホですね。やばい、本当に。ちょっと警戒してます。警戒。猫舌なの。なおさら。なおさら。やばい。猫舌ってそのスーパーもう天敵でもなんでもない。いやいや、絶対もう。決めないで行く感じ、突発的に。いや、決めてます。調べて決めて行ってます。じゃないと怖くて。覚悟決めて。覚悟決めて。やっぱその予約したりして、そのまま飛び込みで行っちゃう。そうです。基本的には連絡をするか、まあ、直前で今から入りますかって電話します。じゃないとなんかこの、うわ大丈夫かなっていつも遠目で見てドキドキしちゃうんで。はい、入れるから。だから私カフェとか一人で行けないです。席が確保されてないから。自分で見て帰んなきゃいけないから。怖い。怖い。記憶な。変なこと言ってないかな。言ってないよ。それで半年空いちゃったよ、私ここに来るのと思って。親子との写真を見てはは行きたいって思う。仕事終わりにはしたいなって思う。辛いことがあった日はここに来るって決めてるんで。辛いことありました。もう吹き飛びました。これにします。かかと病。はい、ありがとうございます。美味しいです。さようなら。ごちそうさまです。ありがとうございます。